こんにちは、あなたも味のある、筆文字講座、この講座では3つ の, あのポイントを伝えて、あなたも自由にね、あの筆文字を楽しんでもらえるようなそんな、人になってもらえる講座です。3回に分けてね、短い動画ですが、伝えていきたいなというふうに思います。それを見てもらうと、なんだか知れないけど、ちょっと面白いじゃないかとか、自分が持っている字を生かしたあの味のあるね、筆文字が書けるんじゃないかと思います。もうちらっとなんですが、僕はね、よく書いてる字です。見えるかな、ちょっと文字なのでこんな感じで、ちょっとメモなんですけどね、書いています。こっちはメモ、こっちもメモですね。別にひどく書こうというふうに思ったわけじゃなくて、普通にですよ、一般的に皆さんが書くメモを書く時の字で、僕こんなんなんです。でもこんな僕が、このね、一本の筆文字っていうね、筆文字なんですね、筆ペンに出会った時に、変わりました。筆ペンはどんなものでも構わないと思います。それを使ってね、一番書きやすいやつを使ってくれると面白いんじゃないかなと思ってますが、本当にこの筆ペンでその筆文字を書くことが本当にすごくね、変わってくるし、書いてて楽しくなるっていうのが一番のポイントじゃないのかなって僕は思っています。だからね、3回の筆文字講座を見ながらいろんなことを知ってもらいたいなと思います。で、第1回目は、この後ね、見てもらいますが、太い細いっていうのを使います。では見てください。はい、さあ、ということで実際に書いてみようと思います。普通に例えばね、ありがとうって書くと、という字になってしまう。で、これも僕なりにいつもの癖でね、自然とこうやって書いてるんですが、本当に普通に書くと、中にはね、こんな風にずっと、ね、筆で書かれる人もいると思います。で、味のある字、誰でも簡単に、筆文字を使ってね、素敵な字を書けるようになる時のコツの、今日言ってました、その1は、太い細いを使い分けるんです。わかりますか？太い細い、これがポイントになってきます。つまり太い線と細い線を使うということなんですね。で、いきなり太い細いってなかなか難しいので、紙の上に何回かね、太い字を書いてくれるという、太い線を引いてみてください。こんな感じに。で、その時にコツは、筆をできるだけつけるような形で捨てやると、これだけ太い線が書けます。太いですね。反対に細い線を書く時のポイントは、本当にペンの先だけをこうしてやるんですね。その時にね、スーって言ってやるとね、スーッと細い線が書けたりします。スーッ、これだけで変わるんですね。この今日は太いと細い線、この2つを、使ってね、やっていけたらと思うんで、してみたいと思います。じゃあ早速ですね、例えばどうしようかなありがとうってひらがなで書きましょうか。ありがとうも、どこか一角を太くしてやってみます。あ、この横字だけして、あとは細くする。り、片方だけ大きくして、太くして細くする。がも、小手線だけ太くする。とも、この部分だけ太くする。うも、上の点だけ細く、太くする。こうするだけで自然と味のある字が出来上がってくるんですよね。これをいろいろと組み合わせてやるだけで、こんなような線、字ができてくるんです。線の中でも太い細いだけでもいいし、細いだったのに途中から太くして細くするとかね、まあ、逆に細いばっかり使ってみる。で、特にポイントは、太いと細いは極端であればあるほどいいです。このガーみたいにすごく細いと太いところと細いところがあればあると、より一層こういった味が出てきます。なので、こんな風に
太いと細いっていうものを使うだけでこんなにもね味がある字ができてくるっていうことを思いながら、ぜひ一度、皆さんも楽しんでもらえたらなと思います。これは漢字でも一緒です。例えばありがとうと同じ意味を持つ漢字、感謝という字も、例えば太い線細い線を組み合わせてやるだけでこんな風になってきます。細いところはとことん細い、太いところは太くしてやるだけでこんなようなね違いが出てくる。これがね筆の持つ面白さだと思うんです。鉛筆ではどんなにやってもボールペンでもどんなにやっても書けません。筆ペンを使ってねしてみてくれると嬉しいなと思います。あともう一個、筆ペンでね書いてみるときのポイントですが、筆ペンなんです。筆ペンなのでここ普段鉛筆を書くみたいに紙につけて OK です。紙につけてやってください。そうするとより一層この筆ペンが使いやすくなります。ペンなので、同じくねボールペンや鉛筆のように使って書いてみてくれるといいなと思います。なので早速今日は太い細いを楽しんでみてください。以上です。ありがとうございました。